皆さんこんにちは、リコです。政府が定めた重点支援給付金3万円給付も多くの地域で支給がされており、すでに受け取ったという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。この給付金は低所得世帯を対象としており、国としての主な対象者としては令和5年度非課税世帯としています。ですが、今回の給付金は支給対象者についても各自治体の判断となるため、前回の給付金よりもかなりばらつきが見られている状態となっているんです。各自治体の動向から支給対象者を見てみると、令和4年度非課税世帯、令和5年度非課税世帯、家計急変世帯、また前回の給付金では対象外であった扶養親族等のみからなる世帯も対象に含まれている地域が、今回の給付金では意外と多くの地域で見られました。中でも令和4年度5年度非課税世帯については申請不要な場合が多く、何もしなくても役所から確認書や支給のお知らせが届き、それを返送もしくは返送もないパターンがほとんどです。次に、扶養親族等のみからなる世帯とは、あまり聞き慣れない言葉かと思いますので、簡単にご説明すると、例えば同居している親、課税者に扶養されている学生の一人暮らしの方や、課税者の子供に扶養されている高齢者夫婦の世帯などが挙げられます。こういったケースについても、今回対象としている地域もあるんです。対象にしている多くの地域では、市区町村から確認書を送付し、返送すると支給となる流れが多いようです。最後に、家計急変世帯について、こちらが申請が必須となっているんです。令和5年1月以降、家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯のことですね。家計が急変した証明が必要になりますので、給与明細等を準備して申請する必要があります。あなたが家計急変世帯なのか、支給対象なのか、そういったお知らせは役所からは届きません。ご自身の状況、収入を把握して対象であるかどうか判断する必要があるということですね。では、家計急変世帯とはどのような世帯なのでしょうか。詳しく見ていきましょう。令和5年1月以降、家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。このような世帯を家計急変世帯と呼びます。令和5年1月以降の収入が図の通りだとします。そうすると3月の収入が低いので、3月の月収×12ヶ月をして、非課税と同様の水準となれば支給対象となり受給ができるということです。ちなみにこちらの自治体が定める基準額以下というものは、各自治体により多少金額が異なってくるため、お住まいの自治体のホームページをチェックしてみましょう。あくまで目安の金額ですが、大都市にお住まいで単身世帯の場合、月収が 8.3 万円が目安となっています。中核都市にお住まいの単身世帯では8万円、地方都市ですと 7.7 万円となっています。このようにご自身の世帯人数、お住まいの地区の等級によって基準額は異なってきますので、詳しくはお住まいの地域の非課税相当限度額を調べてみてくださいね。家計急変世帯の申請の流れとしては、書類はお住まいの自治体のホームページよりダウンロードするか、もしくは役所等で準備をして申請書を記入、添付書類を準備して役所へ送付、役所が確認、受理後、口座へ振り込みされ、私たちの手元に届くということになります。なお、家計急変世帯の申請には申請期限があり、それも各地域によって違ってくるんです。例えば、福島県福島市は9月29日まで、東京都江戸川区は11月30日までと約2ヶ月ほどの違いが出ています。申請の準備が終わったと思ったら期限が過ぎていたなんてこともなくはないので、あらかじめ対象者や期限などを確認し、対象である方は忘れずに申請をしましょう。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく、聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。